熱風駅でございます。暗いなこれ。読めるかな字。でも熱風ホールって書いてますね。あ、本当は熱風ホールってなってるんだ。暗くてちょっと見えないんですけどね、映らないんですけどね。もう熱風駅ってこっちか。こっちが熱風駅ってね、何にも見えません。行きますかとりあえず。喫煙コーナー、あ、本当だ。喫煙コーナーがあって、雨もね止んでくれたんで、はい、外ちょっと見れましたけど、ちょっと行ってみましょう。黒松内町ですからね。失礼します。結構広いね。10畳以上あるのこれなのね。かなり広い。あ、木の香り。はい、フットパスインフォメーション。あ、こういうことなんだ。町のサロンだと、あ、黒松内の名物雪坊主。あ、なんか紹介したことあるね。ありますね、ノースで。ちょっとこれ海坊主だ、雪坊主かなえたの、これ特産品ね。あ、この水もよく見えますね。はい、スーパーとかでね。うん、ホッケの水しとかね、木工クラフトとかも。いやー、ちょっとこれビーフ天国グルメ宿ガイド、これね。ラーメンも人気なんだ。天丼とかもあるんですね。営業時間がことごとく6時までだった。ただスナックマスミさんはあ、でもこの、あ、マスミさん20時までだった。お寿司でも天丼もあるんですね。ね、あ、いいね、そういうとこでもいいよ。そういうとこでもいいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。黒ひげさんこれなんですか。黒ひげさんこれなんですか。ものは軽食喫茶店です。なんだろうね。なんだろうねそれね。まあまあまあ、なんかありそうですね。街中行けばなんか空いてるんじゃねえのっていう感じ。そうですね。ショーケースってことなんですか。ないね。人形が入ったショーケースないね。ネップホールこんなことしない。ないね。あら、ちょっと、あ、タイムリーな話題ですね。はい、北海道新幹線工事、列車の時刻がそれで一部変更となっているそうです。列車の時刻がこれで変更ってどれだけ減ったんだこれ。減ったんだかなんだか、変わってないのか分かんないけれども、どういう風に変わったのか分からない。ちなみに今時刻は5時20分ですね。15分5時4分いっちゃいましたね。6時1分までないですね、おしまめ方面というわけですね。はい、うちに今日でございます。ではベンチがね、あって、目がありますね、目が目がありますよ、目が。あれ、なんで行かなかったんだろうね。目が目がベンチが3つ、はい、3人掛けみたいな、新しめな感じですね。だね、うん、3人掛け程度でしょうかね。新しめのベンチが3つ、まあやっぱりサロン併設というだけあって新しい感じの、ね、町民が集まる、そんな感じでしょうか。外行ってみましょう。暗いな。真っ暗です。ライト、ライト、ライト。はい。これ今ライトつけてる。ライトつけてるってもうこの暗さです。駅看板もどこにあるかが分かりませんけどね。寒い。寒いですね。トイレも中にあるって書いてたんだけど。トイレあれじゃないですか、そこ。真っ暗だと。あ、本当、はい。駅看板がないね。向こうのあれしかないですね。あった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 。寒いけど、はい、熱風でございます。捜査官、はい、トイレありますか。これが便所です。あ、うわ、真っ暗、これやばくないですか。便所です。いよいよなんか本格的な捜査官になってまいりました。帰ってきても嫌なんで。捜査官、これはまずいでしょう。捜査官、うん、着いた。
あ、着いたらでも換気してるっぽいですよ、ずっと。あ、本当だ。匂いがね、なんかね、いい匂いがする。いい匂いがします、ね、むしろ。お、捜査官、これはでも、あ、グッドスメルいや、ここも平和と平和です。グッドスメルです、ね、平和と、むしろいい匂いですね。平和と安らぎの熱風機でございました。怖いよ怖いねというわけで、熱風機でございました。いや、だけどあっち怖いよ山、ね、何が出てきてもおかしくないですよ、これね。別世界でございます。